週末のショッピングモール混みすぎて駐車場入れるのにどんだけ時間かかんねん。どうも、いたってもらうんですけど、よろしく。どうも、会長です。どうも、よろしく。これなんなんこれ。これね、あのゼロ工業の時の皆さんもぜひね、はい、お家にやってください。まあ今日はですね、まあセリーグのね、球団も、まあ勝ち越したというか、勝ったのはヤクルトと阪神だけだったということで、で、まあ昨日は、ノーヒットノーランされた千葉ロッテマリーンズがですね、まあ今日は、メジャー志望の佐々木投手がですね、お見事の、ね、はい、お見事のピッチングで、まあ3対1で勝利を収めたというところでですね、うん、まあソフトバンクも勝ったと。で、まあオリックスもね、まあ5対0で勝ってますね。ん？あれ？いや、まあ今日はですね、まあ冗談はさておき、まあ、名古屋ドームですね、ガールズデーという、この楽天戦、名誉ってやってるわけですけれども、こちら。こちらね。ガールズ入りでございます。ガールズ入りですね。何で持ってんの？結構知り合いの人がくださったので。ああ、はい。いただきました。ありがとうございます。まあ僕は今日はね、行ってなかったんで、まあガールズ入りがね、なかったんで、まあガールズ入りっぽい色って何やねんと、言ってみました。そのためにですね、僕はこのユニフォームを、こうしてね、もらったんですよ。まあ、ガールズユニもね、適してるなと。母の日にも着れるなと思いました、これをね。いつも着れちゃうんだ。はい。だからこれを着てます。で、これね、球場にも着ていきたいなと思いつつ、もらったんですけれども、いざやっぱりね、球場に行こうってなると、やっぱブルー着ていきたいなってなるんですよね。まあ、だからあんまりまあ、このちょっと桜のユニフォームはですね、まあもうちょっと動画限定というようなね、感じになっておりますけれども、まあこれ結構僕好きです、これ。これいいですね。うん、だからこれも僕のガールズユニ。うん。という感じでやらさせてもらってます。まあ今年のね、このユニフォームはね、うん、いいんじゃないですか。はい。皆さん可愛らしかったですね、これ着てね。うん。よかったと思います。いいですね。女子力アップでね。はい。可愛いと思います。可愛いと思います。はい。皆さん輝いてました。ユタットフラ、今日も満員です。満員の名古屋ドーム。満員の名古屋ドームといえば、勝てません。そういうことです。だから僕は一回ね、この先制点取った時に、あれいけんじゃんこれみたいな、まあ、正直一瞬思いましたけど、うん、え2点やろ、でも2点この感じで流れ取ったら今年の中日いけるやろみたいな思いました、はっきり言ってね。やっぱり踏ん張るなと思ってたんですけど、ね、うん、まあ会長はね今日は言ってましたけれども、まあ現場でフルでしっかり見てきたわけですけれども、まあ僕はね、まあ今日は熱心に働いておりましたんで、まあその中ですね、忙しい忙しい合間をですよ、合間をね、携帯でチェックして、2回、6点。何があったんやろなと思って、恐る恐る、ポチッと押してみました。満塁ホームラン。このチームが、本拠地にしてて、今年、誰も満塁ホームランを打ってないのにもかかわらず、楽天という、年に3回しか対戦しない、その中の選手に、この広い名古屋ドーム、中日ドラゴンズの選手は、この球場は広すぎてホームランを打てませんって言ってる球場で、その選手にホームランを打たれる。恥ずかしいですよ、はっきり言って、これは。まあ、状態いいよ、小郷選手はね。小郷選手状態いいけど、まあ、やっぱり、満塁のケース、その中で一番バッテリーが警戒しなかったのは何だと。満塁ホームランじゃないですか。それが一番。うん。それを打たれたら、まあ、それ自体負けですよ、もう。もうそれ以外何も言うことないもん、だって。だって、打線2点取ってるんやもん。だって、この球場で2点取ったらもう辛いから。もうそこを守りきらなあかんねん、昔からその野球で勝ってきたね。そう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 。ほんで、これで6点取りました。ほんで、打線がその後繋がりませんでした。それも無理よ。うん、さあそれ2点取ってんねんもん。先制点ね。先制点取ってんねんから。もうこれはね、やっぱ先発ピッチャーの責任ですよ。はっきり言ってね。なんで、その後まあ抑えられた打線も、まあ打線かもしれないですけど。まあ、しょうがないですよ、だって。だって打てやんねんもん。まあ、あの2回が全てですね。そうそうそう。ユタットフラ。まあでも今日のね、この、まあ今日のこの試合に限っては、まあ福永選手。な、そこですね。うん、アウトローのね、球を、名古屋ドームの右方向に持ってったホームランっていうのは、まあこれはね、まあすごい評価されるホームランなんじゃないのかなと思いますし、まああと細川選手もね、打ってましたし、まあカリス選手も、まあなんだかんだ、まあこうやって腐らずにね、やってくれて、まあ今日5番起用、まあどこでもね、まあ昨日レフトやれよ、言われて、お前今日サードやれよ、言われて、ほんで今日ファーストやれよ、言われて、はい、わかりましたーってやってるわけじゃないですか。もうこれはね、やっぱシンプルにすごいなと思います。すごいですね。適応能力。まあやっぱそんなたらい回しにされて、やっぱ選手もやっぱいい気分はそんな起こらないと思うんですよ。でもその中でやっぱ試合に出たい。そういう、でも試合に出ながらやっぱ結果も残さないから、そういうのを持ってるハングリー選手がある選手やからこそ、こういうところでちゃんと対応できるんですよ。
だからもうほんまにこの今日のクリーンナップに関してはほんまにすごいあの頑張ったじゃないですか、今日は。そうですね、もうそこ3人は十分です、ね、うん、まあそこだけかな、もう、うん、それ以上は何もないかなって感じで、これは、ね、あとはないですね、うん、明日は翔さん期待します、そんだけです、はい、期待します、ゆたっとほら、まあまあそれぐらいですね。まあ今日はまあほんまにガールズデーというね、まあ名目でまあやっていただいたんですけれども、まあ明日はね、なんて言っても会長の誕生日です。あ、はい。はい。また一つね、年が上がります。はい。はい、まあガールズデーというのはいいんですけれどもね、まあいい加減まあ会長にもね、春がやってきてほしいなと、まあ僕らね、思ってるわけですよ。まあそのために今日この色で動画撮ってるので、うん、春がね、訪れる。あまり関係ないけどね。ためにね、はい。うん。ゆたっとほら。まあこの毎年毎年ね、このいい加減後の100試合行くというね、謎のわけのわからない、そういうドラゴンズのね、その縛りっていうのはもうやめていただいてですね、まあちょっといい加減ね、もう26歳になりますから、ね、ちょっとまあ自分のことも、まあ、しっかり考えながら、今後の人生のために、将来のためにね、はい、しっかりとね、人生経験を練ってもらってね、はい、頑張ってもらいたいなと、僕は思ってます。はい。はい、まあ今日どうでしたか、このガールズデーっていうね、はい、まあ名目でやってて、まあ多分今日が一番人入る日じゃないかな、土曜日ね、入る日やったと思うんですけど、まあその中でまあこういう負け試合でしたけど、女性の方の来場者が多かったとか、まあそういうなんか気づいたところがありました。まあそうです、やっぱり女性の来場者は圧倒的に多かったの、うん、それ今言ったやん、そのやっぱスタンドの雰囲気いつもと違いましたね。やっぱり黄色声援が多いんで、皆さんこう今日のためにね、推し選手のためにこう綺麗に下げて、たくさんそういう方がいらっしゃったので、うんうん、はい、まあ、やっぱいつもとね違うあの黄色声援飛び交ったなんか華やかなスタンド雰囲気だったんですけど、ただその黄色声援がですね、あの早いうちに悲鳴に変わってたので、ちょっともうちょっとね、中日の選手は今日頑張ってほしかったなと思ったんですけど、まあ、くれぐれもですね、こんな試合はあるんですけど、中日ドラゴンズから離れずにどれだけね、女性のファンがこのまま残ってくれるかって感じですけど、こういうね、あのファンを見捨てる、ね、試合がないようにしていただきたいですね。まだ声のゾーン下がってますよ。じゃあ次、これまた僕かそこだけカットして音量上げないといけないんで、ちょっとそこお願いします。はい、ゆたっとほら、はい、まあ、じゃあ最後にですね、まあ明日も、まあ、泣いても笑っても、まあ嫌な気分があっても試合が続くのが明日のね、昼になったら勝手に始まってるのが、このプロ野球143試合というペナントレースですよ、これがね。はい。また明日新たな気持ちでね、やっていかないといけない。まあ今日の負けね、嫌やった。その、とどめ負けも嫌やった。でもまた明日昼になって始まってるのがプロ野球です。まあ明日行かれる方はね、応援頑張っていただいてですね。まあ会長も明日ね、間違いなく行くので。まあ村長も来ますけどね。はい、応援頑張っていただいてですね。はい。まあ皆さん、選手に力を、届けましょう。で、まあ、その後、まあ、泣いてもらっても、めっちゃ大事な、日ハムロッテ。まあ、ここにもう負け越したら終わりかな。ぶっちゃけ、今年は。毎年ね、ここ数年、そのカードで、うん。やられて結局そのままシーズン落ちてるんで。まあ、結局借金5にね、なって、どうですかこの5月ね。巻き返せなかったじゃないですか。で、6月になってまた借金5になってる。この借金5というレベルの、ところから貯金になるまでどんだけ時間がかかるのかって考えたら、まあ1ヶ月じゃ足りなかったってことですよね。じゃあまた 6月これ借金5になってるわけですよ。じゃあこっからまた1ヶ月やって、ちょうど借金1ぐらいになるかっていうラインになるじゃないですか。でそっからまず貯金に上げるまでどんだけ時間かかるのかって話ですよ。まあね、そんなね、もうね、選手がどうのこうのとか、今日は誰々が落ちたとか、まあ今日誰々がスタメンじゃないととか、もうそんなレベルのね、低い会話の話をしてて、チームが強くなるとか、もうそういうレベルの話じゃないです、プロ野球なんでね。お前は細かいところの追求点なんで、結局。まあリードの幅がでかいとか、で守備位置をしっかり確認する、ポジション確認する。んで、バッターでも、もうその一球で仕留めれる、その力があるか、もうそういうところですよ、結局。そういうところがこのチームには圧倒的に足りてない。そういうチームは上に行けない。まあ、特にこの6連戦といいますかね、このホークス、楽天見てると、その硬さが、まあ、今日の大郷選手のホームランもそうですけど、うん、まあ、決めるところは決めていくし、まあ、守りもですね、ホークスの時もそうですけど、まあ、手堅く守ってきてたりしたので、まあ、そういうところで、そういう今のチームの強いチームと弱いチームの差をまじまじと感じさせられました、ね。まあ、というところですよ、結局。そうですね。だからそういうところをやっていかないと強くならないんですよ。もう誰々起用してるとか、なんか全部一緒やって。
全員その結果この2ヶ月がね石川大輝をしました、なんかその試合全部勝ちましたみたいな、じゃあビシエド起用しました、じゃあその試合全部勝ちましたっていう、あ、こんなん言ったらあれや、あのお前は中田信者だとか言われるからあれや、確かに翔さん起用しても勝ってる勝ってないっていうね試合は確かにねありますよ、ありますけど、もう横一線やって、結局何より、うん、まあでもその中で誰が突き出てくるかやって、もうだからそれもいるしかないよ今は、みんな分かってると思うよ結局ね、こんなんね、まあただ誰かが言ってるからその意見を言う、誰かが言ってるからこの意見が正しいやろみたいな、じゃあその影響力のある人がそれ言ってるからそれが乗って正しいやろみたいな、そういう考え方やめた方がいいよね、やっぱ自分の芯を持って、自分はこう思う、だからこういう風になる、だからこういう風に発言する、でもそういうのってすごい大事だと思うんですよ、何関してもね、このプロ野球のそういう采配やとかどうのことかじゃないですけど、まあ、そういうことをね、まあ皆さん、まあこの上から目線で言ったら申し訳ないですけど、まあもっともっとそういうところをね、意識持ってやっていければね、まあこの国もね、もっといい方向に向いていくんじゃないのかなと、はい、とんでもない壮大な話になりましたけれども、本当にまず僕はこういうふうにそう思ってます。じゃあ会長、締めの言葉お願いします。まあ今日ね、まあこの場にいるのはですね、私の誕生日をですね、村長ハウスで祝っていただきましてですね、はい、まあ無事、明日年を一つ取るんですけれども、もうあと30分や。あと30分でね、うん、経っちゃうんですけど、はい、今年はですね、皆様に声をかけていただく方もいたりと、まあ、こんな僕なんですけど、反応はですね、そんなに村長みたいに分かりやすい反応はできないんですけど、内心はすごくいつも嬉しいです、いつもありがとうございます。そして誕生日プレゼントは常時受け付けておりますので、はい、どう使わしいやん、本当に今年はですね、皆様の支えをすごく感じる1年ですので、はい、まあ、とにかくですね、まだ違ってるドラゴンズの応援も、いや応援もというか応援だけじゃなくて、いろんなことに対してもうちょっと全力で今年はやっていきたいと思いますので頑張ります。よく聞きました、聞きましたこれ、はい、関係者各位聞きましたこの話を、はい、ちゃんと聞いていただければね、はい、この宣言を YouTube でするっていうのはこれはねとんでもないことですよ、これでまたいつまでもいつまでもね、ドラゴンとかドラゴンとかとか応援がとか言ってたらね、もう厳しく接してやってください、よろしくお願いします、バシバシ来てください、今日もご視聴いただきよいしょ、あさ共に行こう、共に行こう。